よし、出産したばかりで大変だけど、キュービを完全に抑え込むよ。リアコ様、タジ。四代目ホカゲミナ、人中力から離れろ。でなければこの子の寿命は一分で終わる。この結界をどうやってすり抜けた。まだキュービの封印が。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ、ミナ。俺は最高に冷静だ。ナルト、さすが黄色い閃光だが、次はどうかな。ミナト、よかった、ナルトに怪我はない。無理やり飛来神の術を使わされた。狙いはクシナ。引き離されたか。急がないと。何のつもりなの。お前からキュービーを引き出し、この葉を潰す。何だと。樹式マーキングのある空間から空間へ瞬間移動するミナトの瞬身の術。そのマーキングがお前の封印式に書き足されているようだ。常にミナトがお前を守る。だが今港を遠ざけた。しかも出産でキュービの封印は弱まっている。このわずかな隙をどれほど待ったことか。ここなら安全だよ、ナルト。少しの間待っててくれ。今すぐ母さんを助けに行かないと。お前は。このままこの葉隠れの里に向かう。待って、すごいな。渦巻き一族とは美獣を抜かれてもすぐには死なないか。キュービの人中力だったお前だ。こいつで殺してやる。
先行と呼ばれるだけはある。だが遅かったな。ナルトは無事なの？ああ、無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった。ミナト、あの男とキュウリを今すぐ止めて、この葉へ向かう気よ。また飛んだか。まあいい、俺たちはこれから木の葉に向かう。どうして？いいから、ナルトのそばに。すぐに戻ってくるよ。お、また流れ星。今度はちゃんと願い事ができたかな。忘れた。それお前男の子が言ってもんね。たまにはいいじゃねえか。たまにってここんとこ毎日じゃない。早めに切り上げて帰ってくるから。はい、ダリー。お、また来るよ。ほら、じゃんけんって。うわーっ。今日もじゃんけんでいいんじゃない？またそれか。もっと熱い勝負はないのか。それでも俺のライバルか。明日も早いんだし、今日はなしということで。任務を言い訳にするな。この熱く燃え盛る溢れんばかりのパワーを持て余している今こそ、日々の鍛錬に精進さな。その地道な努力の積み重ねこそが未来の任務の成功につながる。人の話を聞かんかい。それよりガイ、何か変な感じしないか。さっきから空気が冷たいような。そうしたのはお前の態度だ。青春は今しかない。なんだこの感じ。よしよし、嫌な感じだ。こんな時に限って父さんと母さんが出かけてるなんて。泣くな、サスケ。何があってもお兄ちゃんが絶対守ってあげるからな。まさかの。口寄せの術。あれは。まさか。おかげさま、キュウビが里に出現しました。分かっておる。俺はわしが抑える。
前たちは非戦闘員の保護に回るのじゃ。はっ。クシナの封印が解けたのか。あれほどガードをかけておいたのに失敗じゃったか。ピオーコ、おのれキュービー、今こそ燃えたぎるパワーを解き放つ時。謝るな、ガイ。かかってこい。俺が相手だ。待て。え、お前たちは今すぐ詰め所に集まれ。なぜです。先代様からの命令だ。ヒルゼンス、そういうことだ。行くぞ、ガイ。うわー、今のうちに臨戦闘員は早く引き出すぞ。準備はいいか。お、一度注意。こっちだ、キュービー。よく見てやがる。こっちだ。うわキュービーを倒せずとも、住民たちの避難のためにここにできるだけ足止めす。あ、勝手な行動は慎め。ギルゼン様のもとに集合しろ。命令を徹底するのだ。おかげの名において里の家族を守る。それが今俺がやるべきこと。これ以上の好き勝手は許さない。俺に気づいたか。ここはやらせない。慎重に選ばなきゃな。キュービの攻撃を飛ばしたあの術、時空間結界じゃな。港か。わしらも行くぞ。はっ。三代目様にすぐにでも今までのことを伝えなくては。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。次はもっと早く取り込んでやる。触れた瞬間にな。こっちの攻撃がすり抜けた。しかし実体化し、すぐに俺を引きずり込もうと。なんだあの術は。逃がしはしない。こいつも時空間忍術を使うのか。クシナを連れてすぐに移動できたのはこの能力か。三代目直轄の暗部をやり過ごし、最高機密の結界をくぐり抜け、出産時にキュービの封印が弱まることを知っていた。さらにはキュービの封印を解き、手なずけ、そして木の葉の結界に引っかかることなく出入りできる忍び。俺の知る限りでは一人しかいない。うちはマダラなんか。いや、そんなはずはない。彼は死んだ。さあどうだろうな。この際あなたが何者なのかはいい。だがなぜ木の葉を狙う。言うなら気まぐれである。計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。どちらにしろただ者じゃない。キュービのコントロール能力と
二代目や俺以上の時空間忍術、そして危険な思想を合わせ持つ。ここでケリをつけておかないと、この先キュービー以上に厄介なことになる。もし俺が里へ飛べば、こいつもついてきて戦場が余計混乱する。マダラがそうだったように、キュービーを口寄せしておける時間はそう長くはないはず。里のことは三代目を信じるしかない。俺はこいつをここで仕留めなければ。キュービーを解放した今、すでにお前らに希望はない。奴の肉体、こちらの物理攻撃は効かず、奴の攻撃時は実体化する。つまり相打ちのタイミングしか狙えないということ。しかし奴にとっては攻撃する時がリスクになる。そしてキュービの口寄せ時間を考えると、奴も長時間の戦闘は望んでいない。どっちの攻撃が相手より一瞬早いかで決まる。やられたよ。神出鬼没とはまさにこのこと。油断も隙も。平石の術。そうか。俺の体のどこかにマーキングを。契約封印。これからキュービを引き離す気か。これでキュービはお前のものでなくなった。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの、やりようはいくらでもある。あの感じ、嘘で言っているんじゃない。